はい、じゃあ乾杯。乾杯。坊主になったらやばいね。やばい、今この形ちょっと悪いから、ここが出てる。でもいい形しそうだね。ラッキョ見てるもんね。ラッキョ、ここが出てるんだよ。こうなってるんだよ。ちょっとラッキー見てる。ここが、ここがボースいいんじゃない。ボブボースでしたから、ずっとラッキョじゃん、ラッキョ。そらもう野球終わったらもうボブなんかちょっと逃げられたいじゃない。それ野球場あるある。でもリアルに僕あの小学生のストパー、前のリアル知らねえし、めっちゃストパーだったよ。どうでもいい。じゃあ今は何、ストパー嫌いだから。今はそのなんかパーマみたいなやつはどういう感じなの。今は知ってる。めっちゃ綺麗なストパーでしょ。なんでそんな冷たい目で見るの。綺麗かどうかこっちが決めるから。ストパー、そのストライ、いや今ストパーのイメージをしてた。え、ちょっと写真ない、写真、写真もあるわけないじゃん。じゃあちょっと持ってきて。持ってきて。小学生でストパーって早くない。じゃあ何、天然のストパーあるじゃん。あ、そういうことね。天然のストパー、ストパーじゃねえ。天然のストパーなんですよ。パーマなんだろそれ。天然のように見せるストパーな。本当に何もしなくてもスラッスラッスラッ。直毛だよ。天使のできてるやつ。なんか。わかってるよね。しーちゃんじゃねえや。しーちゃん。じいちゃんじゃねえや。めっちゃ引いてるやん。わかるよね。天使のわかるよね。天使のわかるよね。ここに光のあれでしょ。そう。それが。まあ大丈夫です。小学生ね。小学生はみんなね、みんなできる。でも、あれだって綺麗にここにできるよな。もう地獄の。じゃあめっちゃ綺麗な、本当にびっくりびっくりしました。天使の輪。本当？めっちゃ。天使の輪が。それは。綺麗に。もう綺麗に。あ、綺麗綺麗。チューンってチューンって感じがする。チューン。で何？違う。チューンって何？チューンって。めっちゃまっすぐと。めっちゃチューン。チューン。チューンですね。チューチューンなのに。もうそっからもう。チルチルマさんもう生えてるね、これ。これ燃やされちゃったの。燃やされちゃったの。チルチルでね、なんかね、吸い上げちゃうね。これがこうなったら、これがこうなったらもう、買ったからまあもうずっと五輪。でも五輪まで行くと髪使っちゃうんだな。そうなんですよ。五輪までしたの。眉毛も五輪。でも超五輪。すごいね、そんなさ、まっすぐなさ、髪型からさ、こんなになっちゃったね。なんでこんなの。6年がずーっと五輪にし続けてる。大丈夫です。もう一回五輪し続けるのしばらく。じゃあ五輪やるから T 字でいけんじゃん。こうやってやってやる。でもさ、今さ、逆にさ、またさ、五輪にしたらさ、直毛なっちゃったのかもしれない。あれ、それあるかもしれないね。急に髪変わりましたみたいな感じ。実験はしたいじゃん。いや、めっちゃ大丈夫、本当に綺麗。実験大好き、私やってみて。けど、現象済みだから。え、じゃあ、6年以降現象済みだから。でしょ、それで、テンパになったけど。でも、直すフリップはしてないでしょ。そうね、そっから、もう一回やってるからっていう、ちょっと実験。そう、だから、もう一回やったらさ、じゃあ、じゃあ、あれを使いますよ。じゃあ、あれ、もう一回やってる。こういうやつ。アイロン、アイロンな。アイロン、マジでいらない。なんで？え、これ、アイロン使ってこれなの？じゃあ、それを使ってないですよ、アイロン使ってこれだもん、やべえ。終わってるよ、終わってる。何にもアイロン効いてない。めっちゃ綺麗です。いや、でもね、もう一回すれば大丈夫だよ。何の根拠もないけど。いや、だってほら、髪質がさ、ほら、髪質がさ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 、こうなるっていう根拠もないから。髪質もこう、ぐるぐる回っていくから。ロックデータロックデータ。そう、なんかほら、時代がまたさ、回るっつうじゃん。なんか流行りとかさ、くじ引き、何のくじ引き。髪型どうするかな。じゃあ俺負けちゃうの？そしたら、いや、5個ぐらい用意するんだけど、え、何？大体ここは軽く5輪考えよう。
1ミリ、3ミリ。これ、ここ五輪、ここ1ミリ、やばい、2ミリ、3ミリ。分かる、それかっこいいじゃん、それやばいじゃん。それ全然やばくない。じゃあ真ん中で残そう。じゃあ真ん中で五輪でいけんじゃん。全然やばくないっていうか、なるの両側2ミリ、3ミリとかに詳しくない。そうそう、それいいじゃん。で、チンチンになるのか、そこまで。あー、そっか、どこがどうなるのか。ちゃんとまっすぐ生えてくるのかなーってやろう。下手したら真ん中だけ直毛だ。気持ち悪い。あれじゃ、周りはジャンゴでしょ。周りはジャンゴでしょ。あの時はめっちゃ前髪だった。そうだよね、サトシャン。お前のあの時知らねえし。出して、早く出して。食べていいよ。6年前。え、どれどれ。全然テンパじゃねえかそれ。えー、やばい。6年前。やめ